性がそもそも韓国に抜かれたのかどうかっていうところでまた議論になるところも何なんですけど、労働生産という数値自体にこだわる必然性って僕分かんないんですよ。だから労働生産性を上げたいと思えば明日から最低時給3000円にしたらめちゃくちゃ上がりますよ。時給3000円にいかない人はみんな失業するから。失業すると要は優秀な人しか働けないわけじゃないですか、うん、働いてない人は労働生産性ゼロでカウントしないんですよ。働かない人だから、うん、働いてる人の中でどれくらい稼ぐかになるので、稼いでる人しか稼げない国にしたら労働生産性めちゃくちゃ上がるんですよ。だから失業率も、うん、俺は意外といいと思うけどねベーシックインカム配って、うん、働かない人いいよ別に働かなくて。あ、長期的には僕はそこ賛成です、うん、ぶっちゃけ会社で働いてる人半分以上自分の給料のパフォーマンス出せてないと思う。お前なんか給料分むしろだからお前金払って養っているよみたいな、うん、人っているでしょ。だから、だから正社員と非正規雇用の人が全く同じ仕事をしてるけど給料違うみたいな場合って、うん、要は正社員の給料高い人も実は損してるわけじゃないですか、うん、っていうのもあるので、そういう意味では社会じゃなくて会社があんまり優秀じゃない人の部分の生活費を負担してるっていう、まあ、日本は構造としてありますよね、うん、そうそうそう。だからそこを削ぎ落とせば労働生産性はめちゃくちゃ上がるんですけど、上げても今度は失業者が増えて、うん、なんか文句言う人が増えて、うん、政治家って文句言われるの嫌なんで、うん、支持率下がるじゃないですか。そうっていうのが嫌なのでそこあんまり触れないっていうことも、失業者がどんどん増えてもいいけど働かない人たちが失業手当だったりベーシックインカムのをもらうっていう社会になれば多分すげえ上がるんですけど、うん、なんか日本人って働くのを美徳というか働かないやつは悪いやつみたいなのあるじゃないですか、うん、俺悪くないよっていつも言ってんだけどね、うん、なんか嫉妬も含まれてると思うんですけどね。ニートとかで別に親の金で食ってるんだったら親金持ちなんだから別にどうでもいいじゃんって気がするんですけど、そうそう、だからなんかそういう人たちが無理してなんかさつまんない仕事をさ安い時給でやるからさ、うん、コンビニのバイトとかさつまんない割にすげえ大変じゃん、うん、で時給はどんどん下がりますからね、うん、働く人が増えれば増えるほど。そう、まあでも最近はコンビニとかファーストフードバイトする人減ってきてるから時給上がってんで、うん、そうだ、いい話だと思うんですけど、ね、俺らの俺が大学生だった頃とかより全然高いよ。全然コンビニのだって夜とかだったら1200円とか1300円とか東京の都心とかだと、うん